ございます。おはようございます。どうも、小林拓のティーの部屋へようこそ、小林拓一郎です。今日は朝から本当にショックなニュースがありました。NBA のスーパースター、まあ、引退をもしてましたけれども、本当に数々の偉大な記録を残したコービー・ブライアントという偉大な方が、今朝亡くなったというニュース、訃報を聞きました。娘さんのバスケットの試合の移動のためにヘリコプターに乗ったのかな。それでそのヘリコプターが事故ってしまって乗客5人全員が亡くなってしまったという、娘さんもコービーも亡くなってしまったというニュースを聞いて、朝それ実は僕あのオレゴンにいる友達からメールが入ってきて、知ってるかって言って、何これってなって、そっからツイッターとか見たらもうドワーってそのニュースが溢れてて、そのままね、ベッドからね、本当に起き上がれなくて、しばらく本当に涙が止まんなかったんですよ。年齢が41歳、僕の1個上なんですよね。で、僕同じ誕生日なんですよ。8月23日、ね、だけど、まあ、ぶっちゃけて言うと、コービーの現役時代ってその誕生日が同じだからとか、もうなんか、だから何っていうぐらい、なんかその憎かったんですよ。憎かった、憎かった、なんかすごくすごすぎて、だから僕はブレイザーズファンなんですね、はいはい、ポートランドトレイルブレイザーズのファンなんですけど、ちょうど留学してた頃っていうのがブレイザーズのまた一つの黄金期だったんですよ。ちょっとね、個性あふれるやんちゃな奴らが集まってて、悪さもしちゃうような奴らで、トレイルブレイザーズにかけてジェイルブレイザーズって揶揄されるぐらいちょっとね、個性あふれる面々が集まってたんですが、はい、そんなチームがいよいよ一つにまとまって、この年優勝いけるんじゃないかっていう年があったんですよね。そこに立ちはだかってきたのがレイカーズなんですよ。なるほど。当時そのシャキーロニールとコービー・ブライアントのいたレイカーズなんですよね。でそのコービーにもうことごとくやられるわけですよ。大事なところは全部コービー、コービー、コービー、コービー。でも彼の強靭な精神力っていうのが揺るがないんですよね。その、はいはいはい、揺るがないからこそどんな屈強に立たされても、逆球立たされても彼は立ちはだかってくるっていう、それがもうね、当時だからもう本当に、まあ、僕もブレイザーズのことを心から愛してるから、悔しくて悔しくて仕方がなくて、この野郎って思うことがたくさんあった分、これ人間ってやっぱりこの愛憎って言葉がありますけれども、本当にその分この人のことを僕は好きだったんだなってことを改めて、コービー・ブライアントが現役引退するときにも思いましたし、そして今これだけ深い悲しみに包まれるって方は、それだけ僕本当にこの人のこと好きだったんだなっていう思いです。ただただなんかそれこそ悔しいです。なんでこの人まだこれから、本当にこれからバスケット界にまだまだ多大なる貢献をしてくれたであろう若さで、しかも最愛の娘さんとってことを考えても想像しただけで胸がなんかクッとなってきて、本当に朝から辛くて、今日もこの動画を撮ろうかどうかっていうのは迷ったんですよね、でもこのまず自分の気持ちを吐き出してからじゃないと他のこともできないし、それぐらいでもまたコービーのことを、本当に自分の今のコービーに対する思いっていうのを伝えておきたいなと思って、あえて動画にしております。で今日はですね、うちのファーマシーコーヒーラボの店長の大のバスケファンなんです。彼はユタジャズっていうチームのファンで、まあ、彼はユタジャズのファンで、僕はポートランドトレイルブレイザーズのファンで、お互い NBA のウエスタンカンファレンスに属してるんですね、はいはいはい、そうすると絶対立ち上がってきたのがロサンゼルスレイカーズなんですよ。だからお互いもうずっとコービー現役中はもう悪口言ってました。なろーとか、あいつにまたやられたよっつって、もうコテンパにやられるよねとか言って、でそれぐらいやっぱりその思いが強ければ強いほど彼に対するリスペクトが強かったっていうことなんですよ。本当に本当に素晴らしい選手を現役中見ることができて、僕らは幸せだったなって思うし、でそんな店長が今日はですね、まあ僕らができるささやかなコービーへの祈りですけど、コービーが現役時代につけてた8番、最初につけてた8番、その後につけた24番っていうのをここにスリーブにそっと書いて皆様にはご提供しようかなと思っております。これは本当に僕と店長からのコービーへの思いです。本当に NBA という世界、
こんなにもこんなにもなんか僕ら感情が揺れ動くぐらい素晴らしいプレーの数々をコービー・ブライアントありがとうございました。そして心よりご冥福をお祈りいたします。